スクワットからのお知らせです。僕たちの YouTube の動画の好きなシーンや面白いシーンを切り取って TikTok に載っけてください。動画を載せていただくハッシュタグはこちら、スクワットの押し売り。期限は5月15日から6月末までの1ヶ月半となっております。上位3名にはプレゼントを用意しております。プレゼントはこちら。皆さんどうかよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。おー、まだスクワットの動画が始まるぞ。いや、さあ、今年もやってまいりました。第69回騎乗位メンズスコーラ決勝戦です。全国でね、もう1万7000校の中からのトップが決まりますからね。ここで自己紹介させていただきます。私、実況のさっちゃんと、第1回、2回、覇者の、馬面がメンズスコーラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで改めてルールを説明させていただきます。はい、じゃあ、でも自分、目が見えないので、ちょっとルール説明をお願いいたします。いいですよ、メンズだけに。まずルールその1なんですけども、2対2のチームになります。そして、1人が仰向けになって、で、その他の部分にコーラを吸って、装着します。で、もう1人がメントスを紐でくっつけて、その上に立ちます。で、早くそのコーラにメントスを入れた方の勝ちとなっております。いや、いつ聞いてもそこのルールだけは、しびれますね。しびれますね、泡だけに。あと、ここで選手の入場のようです。おっと、このチームは、前回の準優勝者。土木だ、土棒ですね。いや、前回、準優勝のカズさんが今いるんですけど、はい、あれ注目してますからね。相当注目の選手ですよ、あれ。はい、前回の大会、間違えて決勝で花見コーラをメンタスで入れてしまうっていう。ハプニングが起きましたね。はい、続いて、入場してまいりました。いや、ここ来ました。魅力的ですね。はい、そうですね。これ、どうか特徴があるんですかね。このチームはですね、竹豊ファミリーですね。初登場なんでね、分かんないですけど、ダークホース的な存在で、はい、ダークホースの中でも決勝まで来てるんで、相当強いんじゃないかと思いますけどね。どういった熱い戦いが見られるのか、非常に楽しみですね。はい、それでは、選手も出揃っているので、やっていきましょう。イン・ザ・メントス。スクワット。あ、どういっちゃった。では、ヤジ・ユタカチーム、準備お願いします。自信の方はもちろん世界狙ってるんで、僕たちはこんなところで負けてらんないっすよ。なるほど、非常にメントスコーラで世界取ります。ライバルとしてはいいこと言ってるな。上の経験はありますか。あ、チョンマンゼロです。チョンマンゼロです。会話するってね。それではご会長をお願いします。およし、早く始めるぞ。いきます。第69回非常にメントスコーラ武豊チームの挑戦、よーい、スタート。オッケー。ちょっと揺れてるから落ち着こう。で、ちょっとずつしゃがんでき、あ、ちょっとね、上上げて上上げて、後ろに下がろう。オッケー。ちょっとね、徐々に揺れが収まってきてるんで、下げようか。ちょっと下げてみよう。はい。あ、惜しい。はるかから見て左にずれて、左に、ストップ。あ、行き過ぎ。あ、行き過ぎそう。オッケー。はい。よし、はい、入れて、そのまま。そのまま。あ、惜しい。上げて。はい。もうワンプッシュ、はい。あ、惜しい。はるかから見て、ちょっと左にずれて。オッケー、そのまま上げて。で、下げる。下げる。はい、かーい。上げて。はい、かーい。めっちゃ痛い。記録なんだか58秒です。どうでしたか、意気込みは。まあそうですね、この前のね、筋肉をね、こう使うことがコツですね。はい。で、まあやっぱりヤジ君の操作が良かった。58秒ということだったんですけど、記録的にはこれはどうですか。自分の力発揮できたかな。そうだな、俺のね、見せれたかなっていう。まああまり悪くはない。前回記録がね、1分7秒とかだからね。はい。まあ世界記録は更新してってるんで、1分台切ったのは人類初じゃないですか。そうですね。はい。桐生祥秀の次ぐらいですね。はいはい。これ食べていいんですか、入ったら。あ、いいんしたら食べてください。これはやった。メントスの味する。うまいな。以上、武豊チームでした。はい。それでは、建築関係、トントントンチームの挑戦です。何そのチーム名。今回は、馬手。
馬面浩太さんそして乗り手エコキの風普通よ。それでは馬手浩太さん、お会長お願いします。それではよースタート。はい、揺れを収めて、はい、違う後ろ後ろ後ろもう2本じゃない、はい、1、2、はい、待ってあいつ、あいつ、1本前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 、特定してるあいつ、はい、揺れを収めて、はい、1、2、はい、1、2、待って、ツル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 、待って待って待って、競技中だもんね、待って競技中だもんね、もう見えない、手使うの話ですか。ガサハンドです、それハンド、ハンドですよ、ハンド、どっちで行って、痛い痛い、気持ち痛い、気持ち痛い、気持ち痛い、おそこそこそこ、もう一回もう一回もう一回いや、だから左、気持ち痛い、こそこ欲しい、こそこ欲しい、もうちょっと上、もうちょっと上、もうちょっとね、そこそこ、もうちょっと上、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 左、右、左、右、左、おー、惜しい、右、左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 、カズカズ口で塞いであげて、口で口で塞いであげて、口で口で塞いであげて、どうしようした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 けど、これあの吹き出すまでのタイプ、あ、はい、一応入ったタイムは2分22秒、はいはいはい、ですね、吹き出すまでがこちらになってます。なるほど、予選だと30秒できたんで、よし違う、お前ら時間かけすぎて多分ハンさんもやる気なくなっちゃうそういうことコンディション悪いな、そういうことか、今日いやちょっと今日はコンディション悪かったということで、優勝はこちら武豊チーム、イージーパイ、まあ、なんと第69回非常イベントスコーラー制したのはこちらのチームでございます。こちら優勝したあなたたちには、うん、歴代から継がれていたこの大会が優勝カップ、ね、優勝カップ、はい、こちらなんと飾ることができます。飲んで飾ることができます。はい、飲んでこれを一気にお願いします。優勝の一言お願いします。楽しかった